というわけでですね、というわけでですね、メイドが見た金髪館殺人事件収集クエスト、これですね、水属性になってるので早速、コルクを使って、水属性だと土属性が強いんで早速、コルクを使ってみたいと思います。これか、これですね。これを、95か今、コルクに入れ替えます。あと、コルクに入れ替えると、足りなくなるんだよな。さらに、ババババババもいますからね。ね。悪いですけど、こちらをコルクに入れ替えます。ボーナスももらえますしね。で、土属性ダブルでもらいたい、欲しいな、プレゼント。ん？ 2 つはないのかな。何でもいいや。それでは行ってまいります。敵ですか？痛い。お、なんだこの全体攻撃、全体攻撃、単体攻撃か。必殺の一撃強い。お、やりました。これでどうです？早速アズニャン、皆さんのやる気をアップします。アズニャンエースにしつつエースを考える感じですね。誰も怪我させません。何するんですか？結構やっぱり弱いな。こいつを外周一色。うわ、アズニャ狙われてる。うまくいくといいんだけど。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。これでアズニャが使えますね。サポートします。まあこれで倒せるはずです。倒しちゃいますよね。アズニャンの方か。10万。すごい、やりましたね。たくさんもらいましたね。なんと、もう一回挑戦したかったんだ。チノ行きましょう。させない。珍しい。きついな。ここで回復すると多分。誰も怪我させません。いいしですね。ここで使ってみますか。どうだ。皆さんのやる気をアップします。回復かな、はずにゃん。多分これ倒しちゃうだろうな。
回収一色。お、倒しきれなかった。あ、ジニアンが強いってことですね。皆さん一緒ならできるよ。力が湧いてきます。ちょっとコルクの必殺を見てみたいが、皆さんのやる気をアップします。あーっと動けなくなった。さあ、決める。アフターヌーン、了解した。まずは最高取り寄せ、必要なものは内緒とリーセット、茶葉とケーキスタンド、準備、お菓子、準備、あとは提供するだけ。これはどうしたものか。対抗してくれるんですね。次も勝つ、次も勝つ。コルクの仲良し度2にアップです。リースも仲良し度3にアップ。もちろんもう一度挑戦します。皆さん準備はいいですか。どうぞ皆さん私を盾に。痛い。アズニャンがいるとすごい悩みますね。倒しきれない。チャンス、くらえです。サポートします。どうぞ皆さん私を盾に。回収一色。やっぱり強かった。アズニャンじゃ倒しちゃいますからね。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。ナイス。皆さんのやる気をアップします。自身か、これだと倒しちゃうしな。悩みどころです。そうですね、誰も怪我させません。一体倒しました。ミス。謎ですが。この時のために練習したんですから。トリプルキラージャンプ。久しぶり。ポン先生、何もしてないけど、まあいいか。アフターヌーン、了解した。まずは最高取り寄せ、必要なものは内緒とリーセット、茶葉とケーキスタンド、準備、お菓子とケーキ、準備、あとは提供するだけ。これはどうしたものか。結婚してくれるんですね。使い勝手がいい。もう一度挑戦。お手並み拝見。今度は誰も怪我させません。痛い。回収一色。いいですね、この二人の攻撃は。サポートします。誰も怪我させません。月属性のダメージいいのかな。なんか結構武器ダメージって強くないのかな。もっともこれは武器ダメージ上げる方法ですからね。みんなと一緒ならできるよ。力が湧いてきます。サポート
ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。アズニャン強い。やった勝ちましたよ。まあ、ここが悩みどころですね。さあ、コルクの試合を行商人コルクの覚悟解放です。解放です。